皆さんこんにちは、平井卓也です。私は、その県を越えての移動が解禁になって高松に戻ってから、ちょうど10日目になりました。日曜日、この片原町駅から琴電に乗りまして、仏生山駅で降りて、仏生山の森で、食事をして今戻ってきたところであります。なぜ、そのような形で琴電を使って、仏生山の方に行ったかというと、私は前から仏生山の森という施設のポテンシャルはとっても大きいと思っていたし、改めて琴電の車窓から見るこのコンパクトにまとまった、居住権を確認したかったという思いもあります。これからこの地域がどのように発展していくのかということで、いろんな考え方がありますけれども、大平総理が1980年に提唱された田園都市の国家構想、そして私がデジタライゼーションを中心として、それを今の時代に当てはめて作ったデジタル日本2020、まさに基本的な考え方は同じである、そして香川県から発想するということの意味、そのことを改めて実感することができました。これからも政策発信させていただきますので、よろしくお願いいたします。